します。お願いします。テレビ東京の松本です。はい。お願いします。まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。率直に今のお気持ちいかがでしょうか。はい、本当に東京オリンピックに出場するためにはこの大会で何が何でも優勝しなければならない、自分の状況であったので、本当に絶対に東京オリンピックに行くために絶対私が勝つんだっていう強い気持ちを持って3試合、挑み、その強い気持ちがあったから今回の優勝につながったと思います。先ほどの決勝戦、直後ではございますが、はい、今ご自身で振り返っていただいてどう受け止めていますか。はい、決勝戦は本当に自分が練習してきた流れで、勝つことができたので良かったです。あとは本当にもう勝つためにはやりきるしかないって強く思っていたので、強い信念を持ってやりきれたことが今回の勝因につながりました。決勝戦の相手はオリンピックチャンピオンの東坂選手ということでしたが、はい、そこに関してはいかがでしたか。はい、本当に、リオオリンピックまでずっと憧れの選手であって、リオオリンピックの表彰台に上った瞬間から私はこの選手を倒して私が東京に行くって4年前に、決意して、その思いでずっと4年間やってきて、でもなかなか対戦する機会はなくて、今回、東京オリンピックの予選の中でできたことは本当に、神様が与えてくれた試練だと受け止めて、憧れだった選手を倒すことができて、嬉しかったです。今日優勝したことによって、はい、来月プレーオフに持ち込まれると思うんですけども、はい、その相手が、はい、全日本王者の選手ということで、はいはい、どんな戦いになると考えていますか。はい、本当に東京オリンピックに出るための最後の戦いだと思うので、本当に東京オリンピックへの強い執念を持って必ず勝って世界選手権の代表になって東京オリンピックの代表を決めたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。以上になります。怪我があってから、はい、ここまでというのはいろんな思いがあったと思うんですけれども、はい、どんな気持ちでこの試合に臨んだのかと、それから今自分のコンディション的に言うとどのぐらいの年齢まで戻ってきているのか。はい、そうですね、半年前は、怪我をして、本当に悔しい思いをして出れなくて、でその半年間の悔しい思いだったり、悔しい経験をこの大会に全てぶつけようという気持ちで挑みました。自分のコンディション的には、怪我をして怪我をしてきたからこそ、習得できた技とかもあるし、怪我をしたからこそ鍛えられた部分もたくさんあったので、怪我をする前よりかは進化できたと思います。その他いかがでしょうか。今日の決勝でもアンクルホールド非常に強烈でしたけれども、はい、ああいう部分もその怪我をして進化した部分で言えるんでしょうか。そうですね、もうずっとはい、自分課題としてやってきた技を出し切れた形でアンクルが決まりました。そこは本当にそれをずっと憧れだった東坂選手を相手に出せたっていうことも大きな意味があるんじゃないですか。そうですね、もう思いっきり、勝つためにやりきろうっていう覚悟が持てた結果だと思います。本当そのプレーオフに向けても、はい、そのまだもう一歩大きな戦いがあると思うんですけれども、はい、そこに向けてはどういうふうにまだ進化していくか。はい、本当にあと3週間、プレーオフまでの期間があるので、気を引き締めて東京オリンピックに行くためのあともう一つ勝負があるので、さらに進化してプレーオフに挑み、しっかり勝って世界選手権に行けるように3週間しっかり準備したいと思います。今肘冷やしてるのはちょっとまだ。あ、そうですね、はい。そこそんなに心配ない。あ、はい。大丈夫ですか。はい、じゃあ終わりです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。